画像事業部の酒井でございます。こちらでは非圧縮の 4K 像を最高品質のままで編集して配信できるシステムを紹介しております。非圧縮になりますとかなりの高帯域のネットワークを必要としますけれども、非圧縮映像と同時にプレビュー映像を作って、そのプレビュー映像を既存のインターネット回線あるいは通常のネットワーク回線を使って遠隔協調編集ができるような仕組みを持っております。遠隔協調編集を行って、その結果をさらに非圧縮映像のシステムにこう反映させることによって、最終的にカンパティをノンリニア編集装置を使って作ると、そういったフレームワークを提案しております。次に実際にカンパティ編集されたファイルを 4K のモニターに出力するためのハードウェアが必要になってまいります。こちら新しく今回 PFU 様の方で開発された 4K のゲートウェイ装置というものがございます。これはベースバンド信号と IP を変換するような仕組みになっておりまして、4本の HD 信号を同時に出力することができます。したがいまして、4K の映像をそのまま 4K のモニターに出力するということができます。もちろん4本それぞれの HD 信号を別々に入力して別々に出力するということもできますので、4本分の HD 信号を同時に扱うということができます。その4本分の映像信号は XMS のサーバーの方に蓄積することができまして、同じように編集することができます。最後に映像編集現場におきましては、このようなシステムをお使いいただきまして、効率のいい映像編集、映像制作を行っていただければと思います。どうぞ弊社のシステムにご期待いただければと思います。